B ダッシュはコンピュータゲームのコントローラーの特定のボタンを押しながら移動することで通常よりも早いダッシュ状態で移動できることおよびその操作を表す。ファミリーコンピュータのコントローラー B ダッシュという用語が生まれ定着したきっかけは1985年に発売されたニンテンドーのファミリーコンピュータソフトスーパーマリオブラザーズである A ボタンでジャンプ B ボタンで ダッシュという操作体系を採用した、この作品は、ダッシュやダッシュ中のジャンプが攻略において、非常に重要な要素となっている。コントローラ右側の内側にある B ボタンを、右手の親指先で押したまま、状況に応じて A ボタンを親指の腹で押し分けることができるため、ダッシュとジャンプを中心とした操作を行う上で非常に、都合が良い。スーパーマリオブラザーズ以降のファミリーコンピュータ用、 アクションゲームの多くでも、この操作方法が採用され、ある種のデファクトスタンダードにもなった。1990年代以降は、ロールプレイングゲームに採用される例も目立つようになった。こちらは、攻略要素として扱われることは、アクションロールプレイングゲームを除くとあまりなく、操作の快適性向上及びプレイ時間の短縮目的で使用されることが多い。 またシミュレーションゲームなどでカーソルを移動させる際、特定のボタンを押したままだと、通常より素早く移動させられる場合も、B ダッシュの累計と言える。スーパーファミコンのコントローラ現在に至るまで、多くのゲームにおいて、コントローラの内側にあるボタンを押しながらだと素早く、動ける操作は何らかの形で実装されている。なお、スーパーファミコンや、n i n DS においては、Y ボタン。 プレイステーションにおいてはボタン等、ダッシュボタンが B ボタンでない機種も多く、それらに関して個別に Y ダッシュ等と呼ぶことがあるものの、機種に関わらず汎用的に B ダッシュと呼ぶ人は存在する。任天堂の宮本茂も2009年発売のニュースーパーマリオブラザーズ E において、ダッシュ操作は W リモコンの1ボタンとなるものの、その行為を B ダッシュと呼んでいる。 ファミリーコンピュータゲームボーイスーパーファミコン、ニンテンドーゲームキューブゲームボーイアドバンスニンテンドー、DS ニンテンドー 3DS ニンテンドー、Wii ニンテンドース w i t ありがとうございます。